Hi, how are you? My name is Takabatake. My name is Saki Takabatake. My name is Mai Takabatake. My name is Yas Takabatake. バスアンドグランドレペゼン報道王からの発信。トロペキスミナチャワソウ国政府ミナオパーサーヘヨハシゴシハシゴキュガイヤ。家族全員が町の秩序を起きてルールを破り国中トラブルで白山市ロコバンチの家を追い出されて廃村暮らしホームレス生活をしていたら3週間が経過しました。現在安心して住める賃貸物件を探しています。過去に人が事件や事故で亡くなった賃貸物件、通称事故物件というものを安く住めるってこと皆さん聞いたことありませんか？あるよ。でも私らお金ないし、そこで十分じゃない？このとこで十分。そうだ、そういうとこしか住めんねんて。俺らもうそんな金ないねんて。ないねんて、どうしてくれるの？でもやっぱり怖い。だって一人でお風呂とかも入らんねんの。そんなの嫌ねんけど。どんな事故物件かっていうことや。事故物件とは自殺や殺人なので人が亡くなった家のことです。誰が探してきたこんなところ？俺が探して。なんでこんなとこ探すの？いくらお金ないしても事故物件なんか住みたくねえし。だってお前ら二人がもう事故夫婦や。はぁ？じゃあ自己夫婦から生まれた子供はあんたらなんな？要するに自己息子娘や。こんなお兄ちゃんの場合若くして廃村とかホームレス生活とかこんな自己物件済まされてかわいそうと思う？あなたたちは若い時いい暮らしばっかしてたかもしれんけど、うちらこんなにかわいそうな暮らしばっかしたんや。ちょっと待って、私らのせいじゃない、こいつのせいや。元はといえば、元はといえばお前が種でこのお母さんの畑を荒らしたからやるや。そうでお前も生まれたんや。そうや。後ろに見える背景が自己物件なんですけど、こちらが訳ありですごい暴落しょるらしいんや。価格が借り手がつかなくて。とか1ヶ月いくらなの？もうすげえ3円とか。わけないやん。それはないわ。それはないわ。いや、ほんとないやん。ただ同然やん。じゃあ3円なら別にタダで貸してくれればいい。その事故物件で住んどる一人のばあちゃんがここの家におれんけど、その人に俺も3円で大丈夫って言われて。いや、マジ？普通10万はするやろ。ちゅうか、どんな事故あったんって話や。本当に人気レイヤーに住みたいけど、お前ら2人が夫婦喧嘩して規制とかしたら近所迷惑になるし、家賃を限界まで抑えたいんや俺ら。なんで私のせいなん？お前らのせいや。お前はこの土に埋めてやれ！いや、やだ！何する？お前、俺さんに何しとれんて。バカにやめとけって。やめとけ。俺はビリングだわよ。実際に事故物件に住むとどんなことが起きるか気になるよ。実際にさ、本校とかで事故物件のお話とかよくあるやんけ。あれあれのって絶対幽霊出てくるやん。やからこういうとこも幽霊出てくるんじゃないけ。前めっちゃ怖いんやけど。ピッ、え、何触る。前の女の話いつも出してきたよ。お前前に金払えや。うぅぅ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 ぅカメラ舐めて美味しいの？だってあんたのこと嫌いやし、一番大事なカメラいじめてやろうと思って。過去に自殺や殺人があった物件は少し怖いですが、それでも近接僕たちは住みたいんです。でも確信を持って言えるわけではないですが、予約付きの物件に住むと原因不明の体調不良になるってことは少なからずあるようです。例えばどんなことあるの？病気死ぬとか。今から真実を話すけど、本当に悪霊がいると思い込んでどんどん精神が疲弊しうつ病になるケースがあるから、それだけは並んでおけば。でもここで住むからね俺ら。僕たちが住むこちらの事故物件は篠の向けという家で、ここでは惨殺事件があったとか家主が自殺したとかで不気味な噂が流されています。この家に住んでいた男が20年前に自殺したと言われており、発見された時すでに白骨化が進んでいたようです。この理由は大量のネズミに食われていたためとも言われています。しかし惨殺事件があったという人もいて、真相ははっきりしません。あくまでも噂です。実際にこの家を訪れた者は皆一臭消毒液の匂いや生臭さがすると言います。そして家の中には大量のネズミや虫が繁殖しており、それらの糞が大量に落ちていたり、この篠の向きは事故物件なので安く売り出しても買い手がつかず、何回も買い手が見つかり、入居しても住人はすぐに出ていったそうです。ってことは幽霊出るから怖くて住めんってことじゃないな。無理。その後の入居者も意思が不審死を遂げたり、精神的におかしくなり自殺未遂などが起こり廃屋になっていったらしい。廃墟となってからここ心霊スポットって噂が広まって、この場所に肝試しに訪れた若者とかなんか大学生が数日後に死んでしまうってことも何件かあったらしいよ。じゃあうちらも死んでしまうやん。そういうことや。やばい。なんでわざわざここ選ぶんやん。こんな家族死んでしまえばいい。ここには様々な霊能力者がお祓いを試みたけど失敗に終わっとるんやん。寺の住職が何日か泊まり込んで除霊をした際に、あ、やべ、へでた。何やっとるの？バカじゃねえ。そのお祓いしに来た住職も頭おかしくなって逃げ出したって話もあるやん。こんにちは。この家の管理人の篠の目幸子さんや。この家の管理人の篠の目だ。何しとる？篠の目？篠の目。高畑亮です。この家買うこと相談で電話した。ああ、そうかいね。びっくりした。私すごい。すごい。すっごい見えたのと思った。幽霊かと思った。とうとう昼間に見えるかと思った。本当にこの家に住んでくれるか。住んでも大丈夫ですよね。うちは喜んで。え、お母さんは何年かここ住んでるんですか？50年以上ここに住んでる。この家はいわゆる霊園から霊が通る通り道の霊道に面してるらしく、住む人住む人に霊現象が起こると言われてるんですけど。見える人ね、見えるかもしれない。いや私は見えるじゃん。俺やばいよ。私は見える。私無理やわ。前より霊感は慣れるよ。みんな慣れたくない。友達になれる。いや、慣れたくないかな。もともと私の旦那の家だったんですけど、はい、みんな病気やらいろんな事情でもう天国行ってしまって、私だけが残された。おいお前ら、え、俺は忘れてないか。写真なんで、なんでそんなとこおるが。事故物件、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 まだ事故物件住むって。事故物件、事故物件。
何やお前、ここは事故物件やんだ。何やあんたら。この事故物件、東雲家で起きる心霊現象は、甲子丸の向こうから女性の霊が覗く、精神疾患を患っていた娘の霊が現れる。これらがこの東雲家特有の心霊現象になっており、基本的にこの女性の霊というのがメインとなってます。東雲幸子さんの娘さんってこと。聞かんといて。てかこの方も生きてるんだよね。社長も見えるでしょ。見えるけど。元気だよ。失礼。あ、どうぞどうぞ。あ、生きてる生きてる。事故物件事故物件って言うけど、お前らの方がよっぽど事故物件やぞお前。いやいやいや、社長が事故物件事故物件って来たんじゃないですか。いやいや、お前らのことを事故物件って言ってんの。あ、家族自体がね。そう、お前ら自体が事故物件やから、事故物件対事故物件や。オッケー。玄関に待ってくださいね。うわー、やばい、めっちゃやばい。着いた、やっべ。4万円の靴が。うわー、靴が。僕の靴がドブに落ちたんですけど。それも気のせい気のせい。玄関からなんかもうすごい嫌ねんけど、嫌な跡ついてるの見てる。いや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 、みんな気のせい気のせい。何この階段、なんか旅館見たくない。この家はできて80年ぐらいになると思うんだけど、いろんなことはいろんな人は噂してるけれど、半分本当で半分は作り話みたいなもんですから。ただ病気になって亡くなったとか、ちょっと事故が多くあったとか、それだけの話です。ご家族の方どうなったんですか。あんまり行かないで、心が痛くなるんで。どうぞどうぞ。ここが何なんですか、場所は。はい、おー、広っ。広いでしょう。こんな広いとこで何するん、逆に。やっぱり親戚が集まった時に、いろんなお祝い事とか、親戚がほら大勢いるから、そこでみんな宴会とかしたの。あそこになんで花あるんですか。あ、あれはね、私の息子がこの家でちょっと鬱になってて死んでしまったんですよ。自らですか。そう、あんまり痛くはないんだけど。大丈夫よ、すぐ慣れるから。なんでこの壁なんか汚れてるんですか。もう80年も経つと空気が悪かったり、シミがこう消えなかったりするだけの話。ここがリビングみたいな感じになるんかな。全部家の中紹介してもらったから考えればいいんじゃないかな。うわっ、うわっ、何、どうしたのあんた。サトシ、サトシ、何や、どうしたの、どうしたの、サトシさんと誰。私の息子。息子さんと喋っ、息子さんどこにおるん。いや、ちょっと感じるの。え、待って、これなんか人に見えんのか。見える見える見える。てか、チンボに見える。重くなってきたからだ。あ、肌揺れとるよ。いや、なんでなんで肌揺れた今。サトシが喜んでるの。いやいや、あの、俺が楽しんでくれたから。いや、だ、サトシだよ。気温かいや、今鼻が食うなって思いだ。サチコさん、すいません、サトシさんはどこで亡くなられたんですか。やっぱりそうなんじゃん。待って、今ドーンって聞こえた。今言った言った言った、ガチ言った。どう言うんだって。言っとるってさっきから。やばいこれ、本当やばい。今ドーンって聞こえましたね、視聴者の皆さん。サトチは今みんなで鬼ごっこしてる。やべえって。いいって何が鬼ごっこなの。無理だし、帰っていい。マジで怖いんだ。違う、よし。音聞こえたもん、だって。何やった、音聞こえたよ、みんな聞いたやろ。聞いたし、今も聞こえて、あんたの後ろになんかって。めっちゃ寒いボタンだわ。これやばい、やばい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 。ガチや。やばー。いや、これやばいわ。キャンセルキャンセル。キャンセル。ダメ、キャンセル。いや、ここに住むしかない。ここ安い。なんでや、私違うとこ住むわ。無理や。とにかくカメラ止めよう、一回。サトシがなんか一緒に遊ぼうって言ってるよ。これ。とりあえずこの家を紹介してください、サチコさん。ここは何ですか。ここは仏壇が入ってた場所だね。仏壇どこやったんですか。もうあの、いろいろ整理したから。ここは床の間だったね。掛け軸があって、昔は立派だったのよ。これ何ですか。段ボール、これやばいよ、これ。クレサンタ乗られる。中になんかあるよ。昔はここに炭を焚いて、鉄瓶を乗せて、火を起こして。ここ大広間だからね。はい。この太間なんですか。あ、開けないで、開けないで、開けないでって。私らここ住むのに開けないでっていう場所あったらおかしくない。そうですよ、俺らここの中も普通に見ますよ、住んだら。いや、ここ住んでもいいけど、ここは使用禁止とかということで家賃が安いって。できればそういうところが何箇所かあるから。マユコも積極的に喋って、もっと。やだ、何、声聞こえた。声聞こえた。ね、うん、男同士。もうやめてや、俺。これ多分ガチだな、これ。こんなこと言っとったら本当に寄ってくるしね、こういう話しとったら。楽しくしよう。新しい新居での生活ってことやから、ニコニコみんなで笑顔で頑張ろう。ここ DIY とかしよう。待て、今どこまで、今来た、今来た、今来た、完全来た、来たよね、完全来た、これ完全来たよね。今多分カメラに音入ったと思う、今絶対入った、ね、ここは私の旦那様の遺品が眠ってるから開けてほしくないです。まあいいんじゃない、でも安く借りれるんだし、ここぐらい使わなくてもこんな広いから。サトシさんはどんな亡くなられ方したとかあったんですか、息子さんは。サトシはさっきのところでほら、変なこと聞いて大丈夫ですか。すいません、余計なこと聞いて。思い出してしまった。変なこと聞かんとけ。
って。お前いつも余計なこと聞くへんって。そういうデリカシーないげんて。無念って。やだ、やめて、やめて。え、どこ行くんですか。お母さん、お母さん、大丈夫ですか。あ、サトシ、ちょっと大丈夫か。本当に元気してるか。住めるかあんた。住め。今日考えよ。でもここダメやって。ここしかないって俺らがさ、規制れる場所。私ならホームレスの方がまだいいわ。大丈夫ですか。もう変なこと聞く。逆に。無駄に刺激せんとこうよ。大丈夫。大丈夫ですか。住んでくれたら嬉しい。過去とかもしあったら言ってくれたら多分心が安らかになるかもしれないです。やっぱりお母さん一人だったじゃないですか今まで。大したことではないけど、ちょっとお風呂場でおじいさんお風呂に入って。なってしまった。お風呂での事故って結構あるから年配の人は。そうなんや、うん、おじいさんって夫かそれとも自分のじいちゃんが。旦那さんのお父さん、私にとっては姑、姑さんかな。サトシさんっておいくつの時に殴られたんですか。20年くらい前かな。何歳ぐらいですか。35、6。携帯貸してもらえますか。僕のでよければ。サトシの写真がネットに出てるんですよ。へえ。なんかそんな有名な方だったんですか。営業成績で新聞ぐらいですから。これがサトシさんですか。そう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 。モザイクかけます。優しそうな方ですね。あ、優しそう優しそう。え、サトシさん大人なのに鬼ごっこするんですね。子供の姿になって走り回って遊んでる。あ、なるほど。なるほどね。その幼少期の時の記憶がやっぱり一番ここに残ってる感じなんですね。あそこにあるひまわりは何ですか。あれは娘のチエコが好きだった花なんです。チエコ。これひまわりはチエコさんが好きだったんですか。娘さんの。そうそう、娘のチエコが大好きで夏になると毎年飾るの。何人亡くなったのこのうち。聞かんといてください。何なの。借りるの借りないのどっち。すいません。借りるは借りるんですけど、でもいろいろ聞いときたいじゃないですか。それはそうだけど、うん、なんでその切れるんですかチエコさん。昔は思い出す。ちなみにチエコさんってどうやって亡くなったんですか。ここにはまってしまって。ちょっと待って、やっぱりなんでこんなとこに穴開いてるの。ちょっと待って、ちょっと打ちどころが悪くて。なんでこの家ここ穴開いてるんですか。この溝やばない。だって見てみ。あー、出てくるぞ。これ絶対折る。これ折るわこれ。この下にはまってなくなったんですか。ここモザイクしとけよ。いや、モザイクしませんよこれ。落ちて頭を打った。それで打ちどころが悪くて治らなくて亡くなってしまった。でもさっき落としたのこの辺なんだよね。さっきの例は千恵子さんじゃない。千恵子、お友達が来たよ。はい、お友達な。もしかしたらこの家を借りてくれるかもしれないからね。だから、もしここに住むことになったら一緒の家族になるわけよ。あ、なるほど。仲良くしといた方がいいこともありそうですね。ね、お兄ちゃん。なんかさ、あのひまわりの花はいいんだけど、隣に菊の花があるっていうのがね。あんたたちも挨拶しなさい。千恵子さん、こんにちは。はじめまして。こんにちは。こんにちは。高畑舞です。喜んでる。よかったです。こんなドタバタ家族が引っ越してくるかもしれんけど、すいません、うるさくなります。私やっぱ無理無理無理。あんたいいの。いや、でも幽霊出るって知ったらすぐ嫌やろ。幽霊は出ない。座敷わらしだから。一緒やろ。一緒や。チエコ、今日は大好きだったハンバーグ作るからね。ちょっとやばない。楽しみにしといて。大丈夫な。さっきから聞いてればお化けだのなんだの。え、だってさ、本当に怖いもん。怖くないから。気のせいだから。気のせいだと思うと。でもなんかこういう話されるとさ、だんだん気が重くなってくる。私も無理。やっぱりこれから生涯生活していくところやからさ、吟味しんなや。ちゃんと次の部屋を見る。はい、お願いします。はい、はい、さあ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 、おいでおいでおいで。次どこ紹介してくれるんですか。ここは何の部屋ですか。ああ、トイレですか。トイレね。はい、ここはトイレです。ああ、なるほど、はい、普通のトイレです。普通のトイレ。ああ、無理。この匂い。うわ、ここちょっとすごいなんか嫌な空気が漂ってる。ここでは何かあったんですか。あ、ここは何もないです。何も普通のトイレ。あっちがさっきの大広間で、こちらが2階なんですね。そうです。そしてここは息子がずっと研究してたパナレーブ研究所です。パナレーブ研究所。見てみますか。いや地下になってるじゃんこれ。何の研究されてたんですか。いろんなこと研究してたけど、私にはちょっと難しくてよくわからない。原子力の研究してたみたいなの。ああ、うちの息子頭いいから。放射能漏れないようになんかいろいろ。あ、それで地下なんだ。うわ、本当。頭が良すぎた。今研究所どうなってるんですかね。今見てみる。いや、私いいよいいよ。じゃあどうぞどうぞ。ここは普通の人にはめったに入れない。階段気をつけてくださいね。え、マジでこの家広すぎる。地下室こんな広いの。え、ちょっと待って、これほんまに部屋じゃん。ねえ、カエル死んどるよ。何やってんの。見てください皆さん、カエルが死んでます。もうガチです、カエルが死んでます。息子がよく使って研究してたんですよ。本当に言っとる。あ、でも小学校の時にカエルの解剖とかしなかった。息子がモルモットとかカエルとか使ってよく研究してたの。なんかそうって映画で出てきそうやねこれ。大きな声じゃ言えないけど、昭和初期はここは刑務所になるはずだった。刑務所。石川県の刑務所ってことですか。なんかやばくないここ。なんかいろいろ問題ない。
よくここで娘と息子をしつけしたんです。しつけ、すげえ、ここに閉じ込めたりしたの。拷問じゃないですか。いやいや、ちょっとだけしつけです。待って、ここなんで穴開いてるんですか。なんかこれは多分、昔よく主人がゴルフのバット練習してたんです。あ、ここでゴルフしてたんですか。ここに球入れるんですか。そう奥の方に来てください。そうそう、あ、これなんか板玉乗ってない。うわ、ここやばい、なんか崩れてるよ。りょう、落ちてるよ。ちょっと匂いが危ない。これ床抜けるし、してって。何抜ける。りょう、ここやばい、匂いがすごい。こんなスイッチが溜まってるって。あ、いかんでいいよ。全然、お母さんそこに行って大丈夫。お母さん落ちたら大丈夫。あ、入ったら皆さんどうぞ。うわ、お前ら何この匂い。ただ空気が淀んでるだけ。昔ここでソロバン教室やってたから。ソロバン教室、はい、あ、ソロバン先生やっておられたんだ。この床の穴は何なんですか。めちゃくちゃ爆発してますけど。あ、これは昔うちの息子が実験をしてて、ちょっと失敗して穴開けちゃった。あのシミ何なんですか。多分薬が飛んだ。シミが臭いぞ。見てください、壁がやばいですよ。この周りがもう全体やばい。シミいっぱいない。人の顔に見えてるんですか。おー、ここ、行く。穴くし、見てください、ここ床が抜けそうです、怖いです。次の部屋見せてもらおう。ここ本当に地下なんだよな。地面がそこにあるってことだよ、草が。あー、ほんとや。ほんと、地面がある、ここにちゃんと。神様の言う通りって映画見たことある。あるね。こういう真っ白な部屋で、一人ずつ人が死んでいくやつだけど、なんでこんな時にこんな怖い話するの。なんか、もう思い出した、それを。あー、かなりが来るから早く出て。かなり、早く出て。ちょっと早く出て、早く。どういうこと、かなりが来る。知らんって。ここはお風呂です。お風呂、私の義理のお父さんがここで亡くなった。また亡くなってんのそこで。さっき言っとったやん。さっき言っとったやん。あっちでこのお風呂で溺れて亡くなられたんですか。心臓というか、お風呂に入ると血圧が下がったりして結構亡くなる人多いんですよね。待って、この風呂ちょっとなんか威圧感がすごい。冷たい熱帯魚っていうホラー映画に出てきそうやもん。ひよしさん、あんまり長居するからそうなっちゃうんだよ。ちょっと待って、ねえ今日、うわー、待って、ちょっと待って、キヨさん、返事。ちょっと今やめてよ。今誰も押してないよな。押してないもん。てかまずこう電気まだ通ってないはずねん。ちゃんと返事してくれたのよ。ちょっと待ってよ、やばいやろ。千恵子さんに、サトシさんに、キヨさんに。窓が広いからさ、明るいね。昼間とかにお風呂入ってしまえばいいんじゃない。ほんで、ほらここ、ほら自分の家やしまえ。開けとっても全然見られんやん。そうやね、うん。これなんかでもロケーション的に動画的にはめっちゃ良くない。ここ、うん、そうやね。この背景的にめっちゃ学校みたいじゃない。ここねえ、すっごい広くない。部屋いっぱいないか。わ、ここキッチンやん。キッチン2階にある。あ、ここでこれから料理して過ごすって感じですか。そう夜飯はこれ作るんですか。そうなのよ、広いでしょ。広い。ここなんかこの家の中で唯一嫌な空気しんねん。ほんとよ、わかる。なんもせん、ここはせんわ。めっちゃ嫌な空気。全然ない。食器とかも全部揃ってるから生活すぐできるよ。冷蔵庫もあるし、はい、炊飯器もあるし、洗濯機もあるし。もう手ぶらで食えばいいのよ。全部なんかしてあげますから。あ、もう全部くれるんですか。うん、息子のサトシ、娘のチェイコ、旦那のタケシ、義理の父のキヨシ、食卓を囲んでここで毎日暮らしてたの。あそこからサトシが覗いて、でも大丈夫。やばいって。怖くない、怖くない。あの子はよくね、かけっこして鬼ごっこしてるからいろんなところに来るけれど、うん、でも悪さはしない。ちょっと一回この質問開けてみよう。じゃあ分かった、はい。何すんねん、サトシが怖がってるでしょ。あ、本当ですか。はい、勝手に開けんなって。余計なことすんなって。今からカラオケしようって言ってんのに。カラオケ何すんの。なんかカラオケの機械ある、ここに。見てこれ、今さ登ってきた部屋全部こんなやね。ここなんかベッド置いてあるよ。私と主人の寝室でした。ここに寝てました。あ、そうなんや。愛の巣っていうことですね。そう仲良かったから。めっちゃ何やこの扉。おお、介護用トイレだから車椅子でそのまんま入れるトイレ。たけしが車椅子になって車椅子であのトイレを使ってたの。お母さんが介護してたって感じですか。そう。この家どんだけ広いんですか。110坪ぐらいあります。この広さですか。はい。家やば、はい、まだここにも最後に部屋あるんです。え、待って、血落ちとる。待って、おいガチやんこれ。死があります。落ちてます。3、4滴落ちてます。めちゃくちゃやばくない。レオさん、いけ、うん、したことやばいっす。ガチだ、やばい。ガチ、その奥いかん。霊感おるあなたからしたらどう。いや、俺
ちょっとだけ見たいのそこ、うん、ブワーって来たもん。この部屋は何の部屋なんですか？サトシの部屋です。なんでこんな壁がボロボロになってるんですか？あ、どうしてもね、古くなると雨が染みたりして手が回らなかったの、直すのに。ここは 何の部屋だったんですか？ここはね、娘の部屋でした。邪気を感じるっていうか、なんかヤバいオーラを感じるんですけど、何なんすかこれ？キリコ、お兄さんたちと遊ぼう。みんなが来てるよ。え、何？じゃあ千恵子さん、この地何なんすか？ちょ、教えてくれませんか、マジで。あ、時々サトシがちょっと手首を切ったりして。ちょっとごめんね。何何何何何、閉めて閉めて。え、何、ちょっと入ってこないで。え、ちょっと何、何、大丈夫？わあ、何しろ、何何何何、何よ、どうしたの、やばいって。何回してくれんて、こんなとこ住めるか、ボケ。お前無理やし、もうダメやって。絶対無理やし、俺もう絶対無理。まだいるの、ここに。サトシ、何してんの？足け！足け！来るんじゃない！足け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 ！やべ、来た来た！何してんすか？用意しておいて、絶対これね、ノルズ取るって。何しに来たんじゃ、帰れ帰れ。ちょっと待って、さっきのおばあちゃんは買ってくれって言っとったのに、今帰れって言っとるの。さっきまで優しかったのに、なんでこんなの。用意しとるって、絶対。絶対するって。無理やよ、私もう出てこ、もう出てこ。絶対無理。他に住むとこあるってよ。あれ、どうしたのみんな。ちょっと待って、待って、これ完全に二重人格や、この人。ちょっと、すごい、ちゃんと、はい、サトシと遊びたい、優しい子。ちえこ、サトシ、ほら、お友達がいるよ。ちえこさんとサトシさんとスマホでゲームして遊んであげますよ。こんなのが流行ってんの今。そうですよ、ちえこさんとサトシさん、どうですか、喜んでますか、これ見て。喜ぶと思うわ。遊んでやって、遊んでやって。遊びます。なんか新しい音ゲーやね、こうやって方向変えながらやるのってさ、今までなかったやん。指でタッチするだけやったり、なんかすごいこれ。そう、わー、すごいすごい。スマホ自体は扱ってやる、めっちゃいいゲームね。さあ、このロテーノっていうゲームをさ、シェイコさんとサトシさんは喜んでくれてますかね、このロテーノっていうゲームを。めちゃくちゃこのロテーノっていうゲーム最高に面白いんですよ。わー、ロテーノっていうの、現代的やね。すごいね、シェイコも喜ぶと思う。一緒に遊んであげて。はい、遊びます。楽しい。マフェ、ロテーノっていうの。知らなかったな。サトシ君にやらせてみてください、これ。わー、わー、私には難しいけど、どう？楽しいって。楽しいですか？ロテーノ楽しいって、すっごい楽しいって。今の時代、こういうゲームがどこででもできるんですよ、ロテーノっていう。可愛いね、このキャラクター。そう、キャラクターめっちゃ可愛いね。可愛い女の子。これ、サトシ君に見せてあげてください。どう？どう？可愛いでしょ。わー、あんたの好みじゃない。今サトシの部屋に来ましたけど、サトシと一緒に喋ってみませんか？サトシとね、喋る方法があるのよ。え、そんな方法あるんですか？あるの、あるの。私たちも喋れるんですか？これなのよ。それで喋れるんですか？一緒にやりましょう。こっくりさんじゃない？あ、嫌だ。これなんか小学校の時見た。十円玉があるの、うん。これをここに置きますね。鳥居の上に置くってことですね。そう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 、はい。みんなで十円玉に人差し指を置いて。はい。はい、みんなも言って。サトシくん、サトシくん、どうぞおいでください。いや、嘘、嘘やん。嘘、前誰か動かしたやろ。動かしたやろ、これ。はいに行ったよ。はいに行ったよ。いいやったら今度だってこと、サトシ君は。サトシ君、サトシ君、好きな食べ物は何ですか？おお、動いた。動いた。そう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 。リー。ああ。どこまで行けん、お前。ここ？リンゴじゃない？リンゴや。リンゴ好きだったんですか？大好きだ。え、サトシ君って結構何でもお見通しですか？そうね、未来も見ることができたのよ。あ、未来予知できるんですか？そう、すごい変わってたの。3日後のこととか5日後のこと分かるんですか？時々言ってた、当たることもあったわ。それってさ、なんかでもちっちゃい時ってさ、そういうの感鋭いっていうやん。だから別にそんな大したことないんやけど。じゃあ僕、サトシ君に質問していいですか？未来予知の。サトシ君、サトシ君、親父が次不倫するのはいつですか？はぁ、どこで不倫しますか？うわ、動いた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 、あ、動いた動いた。うんうんうん。くい、福井、福井県、福井県で、福井県。そういえばやすしね、うん、来週福井県遊びに行くっつとった。不倫またするつもりか？するわけねえな、バカじゃない。するんやろ。当たっとる。は？くだらない。いや、福井行くって言っとったやん。金ちゃんとか会いに行くやん。金ちゃん。いや、金ちゃんって女の子や。金ちゃんだけじゃないね。じゃあ DM 見してみ、自分の。金ちゃん。あ、インスタの DM 見してじゃん。嫌だね。俺嫌だね、それは。金ちゃん行くからな。疑わしい男。あの福井のアケミか。
あー、明美ってなんや。いないな。明美やろ。明美友達やな。さとし君、さとし君、親父が前不倫した女の名前はひーたーかーわー。当てた。4月に不倫してるんですよ。大炎上しました。そうなの。さとしは全部お見通し。ありゃ、離婚しようと思ったんですけど、すごい今我慢してるんですよ。我慢してるのにもまだ挙句まだ福井って不倫しようとしてる。もうね、早く離婚した方がいい。確かそう言ってね。私ね、ねお母さん、お母さん、今福井のは男どんどんですよ。からでもその中に女もあるわ。笑わんといてや。え、男も興味あるの。男も興味ある。いや、やばいやつやん、お前。さとこさん、人生においてこれから80年、今から今50歳なんです。私あと30年普通に生きるとして、この人と一緒にずっといるべきですか。いや、いや、いない方がいい。ね、早く別れた方がいい。別れた方がいいですよね。いいと。そんな我慢する必要ないですよ、ね、ない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 。もう愛もクソもないんですよ。で不倫されてあげ、こんな好き勝手なことばっかりして、まだ不倫しようとして、いい加減にしろよボケ。それが一般的な見方よ。お前、シャバの男なんてみんな不倫してた。いや、バレるようなやり方したらダメやろ。うちの人してたら絶対ダメ、この人。ちょ、まさまたやりそうですやるやるやる、やると機会があったら。でも、男ってどいつもこいつも一緒かもしれん。そう、もういろんな人しないよ。でもね、不倫する人は長生きするかもよ。散々人に迷惑かけて、家族にも迷惑かけて生きていくげんね。なおかつ、結婚する前にも浮気されてるんですよ。ちょっと子供たちのために我慢して結婚生活続けてきたんですよ。どこが良かったんですか。全然今思ったらどこが良かったかわからん。とっくに冷めとるけど、この人本当に自立してない人なんで。じゃあここまで来たらいいわ、話終わったから。今爆弾を落としてやる。今レオと前が小学校ぐらいかな、飲みに行っとったんや。そしたら競馬のジョッキー、騎手と浮気してて、浮気っぱなし。おぉ、競馬隊、競馬隊。しない、指示錯覚。マジっすわ。ママの携帯たまたま見たんや。そしたら着信があって、俺おかしいなと思って、一回いいね、夜中に帰ってこんで電話して、お前ちっちゃい頃ほんで出てみて、夜中の2時か3時、いかにもどっか止まってんのあー、こいつやってるなって、これマジ思って、もうカットするのにしていいよ。これ枕だね。あったの来て、その時俺結構やきもちやねん。ほんでその男のとこ電話した。お前ざけんなよおらっちって言って、すいませんでした。電話してよ。ガチでガチで。え、そのガラケーで。それがな、騎手やったの。競馬ジョッキの騎手。馬乗りの人の上に馬乗り。俺はそういうことやね。俺が33ぐらいの時よ。こんな自己物件でさらに自己夫婦になってしまったこの人は。俺はちょっと高浜に持ってこうかなと思ったから言うわ。花沢競馬に付き合って。花沢競馬のそうなんですか。パッカパッカパッカ一緒に乗っとったやん。その競馬の人の電話番号どうやって分かった。お母さんの携帯を覗き見た。見た。携帯見た。名前なんて人やった。見たらいかんけど、その時怪しかったし見たんよ。ロックしてなかったよこいつ。馬乗りの人は腰使いがうまい。あの騎手って結構ね、レース終わった後興奮するんやん。自己夫婦にも関わらず自己物件必要なの。事故ってるでしょもう。いや、この家よりもひどい夫婦だから。金沢競馬場に電話したの。うん、その個人に、すいませんって最初こっち穏やかに電話出て、あの何されてるんですかねって言った。あ、ジョッキーです。あのメジロマックいいんじゃねえし、なんやらかんやらの騎士ですって。あ、なるほど。そんなわけないし。高畑さっき知ってますかねって言ったら、ああ知ってますよって言ったら、友達なんですけど。私これ動画にするげんたらもう動画でんよ。やっとれるか。なんでブラジャーとしたん。お前の愛用のやつやんけ。いらんこれ、お前にやるわ。あ、切ったねこれ、はいぽい。なんでや、もう伸びるな。親の振りを見てこうならないように。反面教師、反面教師。そう、大丈夫、俺らできる。うちらは幸せになる。父と母はダメだ。ダメ。お互い様。いや、とりあえず安い山の中埋めようよ。どんな思いしてかって、今まで我慢しとったと思ってた、この人がうつ病になってよ、寝たきりになって、仕事もせんと、人のうつ、私が食べた貯金も取ってやぞ。ねえ、全部使ってよ、あんたらの女教育費。どうでもいいから。その挙句、そんな我慢しとると思う。その挙句、その挙句浮気して、私が浮気したとかわけわからんようなこと言う。そういうデマ情報拡散しようとした。ありえんし、お前どんだけひどいことやっとると思って。結構本当だもん。27で結婚したし、そっからの記憶って ずっとあるんよ俺。あんた死ねば。うるせえわ。死んでしまう。なんか久しぶりにカップルっぽい喧嘩見たね。うん、本当に和気あいあいやね。和気あいあいやね。ここに住むからには自給自足の生活すると思うので、はい、畑見てみますか。自分たちで耕すんですか。そう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 。よっさん、馬準備して。サギー、お前の目なんか乗らんない。あー、嫌だ、ジョッキー。俺は言うつもなかったよ、これ一生。あんまりすごく言うから。はい、芸能になりました。第2コーナー回った。まくれ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 、させ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 、気
君の相葉がズキュンズキュン走り出す。どうでしょう。あれ、こう落馬落馬。私はそんな風に使っていいの。スラッシュ持ってるぞこのお母さん。土田親さんなんかな。あ、そういうこと。やつ締める。出したらどんなもんねんの。やすしは頭に来たあまり、あのさっきの嘘の暴露をしました。うん、いいね、今これって今動画撮ってるけどそれ言ってみよう。怖い、こいつ怖い、本当怖い。言えんぞ。こうやって裏でやらせを工作しようとしてますが、僕は真実を暴露します、この動画で。皆さん、ここはうちの畑ですよ。この時はここで頑張って農作業しましょう。でも草ぼうぼうやん。まず草刈りから。これ何年畑やってないんですか。3年ぐらい。土を起こさなあかんわ。でも結構これ人力じゃ厳しいぜ。沼連れてきてよ、まあ。行こう。こんな親から生まれてきて将来どうなるかわからんよ。まあ確かに不倫はしたけど、不倫をしてもうちらのこと愛情いっぱいに育ててくれたやん。それには変わりないし、こんなのびのび元気に生きられたのはお父さんとお母さんのおかげや。だからうちらが力いっぱい頑張って畑を耕していこう。ね、行け、ピッケルで叩け。よいしょ。おー、いいよいいよ。すごいすごい、お母さん素質があるある。うん、さすがやわ。頑張って、土耕すのはもう一級品やな。すごいすごいすごい、さすがやな。うますぎて馬になったわ。わあ、すごいうまいね。馬だからにうまい。これ何番に。すごいな。やっ、なに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 、人骨ある、人骨なよ。あー、やばい。おやばいってこれ。たけしさんだわ。たけしさんって旦那様のこと。たけしさんの人骨を作ってもらったの。いやそれ。そうなのよ、思い出した。どういう風に再現したんですかこれ。よくできてるのよ。ちゃんとね、作ってくれる人がいるの。それたけしさんの原因を残すためですか。そう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 、忘れないため。そしたらたけしさんの普通の余計の方が良かったんじゃないですか、骨にしなくても。すげえな、こんな骨あるって。骨をちゃんとこうやって埋めると。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、奇妙無量寿命来南無不可思議光法蔵五歳民事財政人さんも無償。最終集団、ママの元彼に頼ろうやつ。あ、ジョッキーって金儲かるんじゃない。マジで、うん、そうだから、やすしここに埋めてジョッキーのとこ行こう。そうしよう。っていうか、そんな成績良くなかったから。北さんブラックとか乗らないの。やっぱそれよりも馬主狙うわ。ということで、しのめさん、いろいろありましたけど、僕たちこの家を購入することを決意しました。ありがとうございます。とりあえずでも完全購入ってのはあれなんで、賃貸で100万円お支払いします。 YouTube の数少ない収益なんですけど、このチャンネルの。私らここにしか住む場所も見つからんもんね。とりあえず借りとこう。ここはもうこちらガチの100万円です。現ナム100万円です。偽札じゃないです、本物ですよ。こちらの100万円をしのめさんにあげます。なのでこの家を仮押さえさせてください。ありがとうございます。自己夫婦、はい、自己夫婦、はい、自己夫婦、はい、自己物件、ジョッキー家族、競馬ゲーム。競馬ゲームって何。みんなで四つん這いで馬のレースをやりましょう。1着から先着順で好きな部屋を決めてください。わかりました。ルールは簡単で、しののめさんがいる場所のここの線がゴールです。あっちの向こうの棚にタッチして、ここに戻ってきて、この線に最初に入った人が1着です。さあ、ゲートが開いた。さあ、サクサンブラック、サクサンブラック1位、風林やすし1番後ろ、サクサンブラック1位、そのまま2位は畑岡亜希央、サイネー3枚3位、風林やすし今ゴー。座席の真ん中で大の字で寝る。これ僕はこの穴の開いてる家のところで寝ますね。何とるん、何でそんなとこ選ぶ。汚いよ。いや、ここ寝やすい。こいつ暑がりやから床下の方が涼しくていいんやわ。あー、寝れるわ、これめっちゃ気持ちいい。ここで寝ます。めっちゃいいベッドのところで寝るやん。やろ、ずっとここ狙ってたの。おやすみなさい。俺はサトシ君の部屋で寝る。おやすみ。金沢ドッキー、マグリドッキーナッツ。はい、今日は事故物件で生活しましたけど、めちゃくちゃ辛かったですね。いや、辛かったけど、ここですまんねんのうちら。そういうことや。でも途中息抜きでやったゲーム、めちゃくちゃ楽しかった。楽しかった、ね、前も実際あのゲームやってみて、いつもの音ゲーと違って、なんか方向転換とかせんなんから、うん、ちょっとした細工みたいになって、めっちゃ楽しかった。このゲーム紹介します。ロテーノという新感覚音楽ゲームです、うん、じゃあまえちゃん、まずチュートリアルから遊んでみて。はい。どう。楽しい。初心者でも簡単にできるやろ。うん、音程感覚ないやん俺らって、うん、それなりにできとるって。だからこう傾けれん、こうやってこうやって、こうやって、こうやって、ちゃんとこの白い、この白い枠にちゃんと合わせんなんや。じゃあ、あんたらみたいに音痴でも上手にできるってこと。そういうこと。はあ、すごい。でチャレンジ成功ってなったら、おー、これ説明とかチュートリアルもめっちゃ丁寧で、すぐに覚えれる。確かに。どう、まいちゃん。どういうことこれ、すごい。
で音楽もかっこよくない？なんかいつものおとげと違ってさ、こういうことせんなんかな。いや、お母さんにもさしてよ。お母さんにもさしてあげる。お母さんおとげ大好きやったもんね。いつしとった？昔ゲーセン旅行でとったやん。あーしとったしとった、よう覚えとるねあんた。でもそれより馬乗るの大好きや。あ、そう。もうそれ自分のネタにしてるやん。ちょっと難しいかも。でもうん、でも慣れたら結構簡単にできる。しかもこれさ、難易度とかもいろいろ選択できるから、うん、音痴であってもいろんな曲で楽しめる。あーなるほどね。いっぱい曲あって飽きんな。何曲入っとるの？めちゃくちゃあるね。で、絵とかもめちゃくちゃ可愛くない？ね、なんかデザインがすごい、ね、これ二次元キャラ、素晴らしい。可愛い。車運転してるみたいやろ。なんか車運転してるみたい、こうやってね。おお。今のところ簡単。ママ逆にこんなドンキサイかもしれんな。簡単やろ。簡単簡単。斜め斜め斜め。レベル低くしたから楽ね。楽しい。おい一緒に。はい、プッシュ、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 はい、そうそう、はい、矢印に合わせ、そう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 、うまいうまい、いけ、はい、はい、はい、おお、おお、はい、おお、あ、この時押さんねんの？うん、はい、そう、マジで車運転手のみたいやろ。すごい新感覚すぎん。めっちゃ新感覚、こうやってやるやつ今までなかったし、お母さんのボケ防止になるかもしれない。なるなる。楽器とか弾けん、なんか音感ない人でもさ、全然いけるわ。前、音ゲー今までちょっと苦手やったんけど、これやったら飽きずに楽しくやれるわ。いろんなゲームの機械でさ、小さい頃から俺ら音ゲーいろんなのしとるけどさ、うん、なかなかそうら難しかったやん。うん、これ横で見とっても面白いの分かるの。分かるやろ、うん、でしかもさ、これどこでもできるわけよ。スマホゲームやからさ、いろんな場所でさ、暇つぶしにできるわけよ。ゲームセンターとか行く必要ないってこと、ね、そういうこと、もう家でできる、これが。でも外でもできる。まあ集中してて喋れん。そうねんて。なんかさ、これしとったらマジで楽しすぎてさ、喋れんくなってしまう。ちょっと時間を忘れてしまう。おすごい。いいんじゃない？おお。キラッと出てるよ。まあでも簡単な設定にしてはこれは当たり前やろ。じゃあお母さん2人で曲やってみて、で難易度はさちょっと上げてレベル4にしよう。え、お母さんできる？そんなの。できるできる。そう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 、うまいぞお母さん。いい感じ。お母さんはやっぱできる人やね。50歳になったお母さんでもできるこのゲーム。だいぶ頭がさ回転率上がるよこれ。もうこれちゃんと幅広い年代の人でもできるってこと。そこ傾けんな、そこ、この線に合わせて傾けない。すごいやろ、このさ、ちゃんと押せて、あのタイミングよくできた時のこの脳内物質がドバドバ出てくるんよ。あのすごい達成感があって、そう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 、矢印の方向に回転するんや。簡単よ。青は右回し、あ、青は右回し。あ、もう！わ、音楽かっこいいこれ。ね。いいね。めっちゃ盛り上がるわ。街中とかやったらあのイヤホンつけてやればいいし。おばさんやっとでも大丈夫。おお、できた。おばさんでも大丈夫。これは成績悪そうやな多分。でも初めてにしては結構できたな。うん、まあ確かに。これかっこよくないこの曲。かっこいい。めっちゃアニソンっぽい。あ、これなんか難易度高くない？ね。でもちゃんとできとるやん。お兄ちゃんすごい。ちゃんとやるげんて、これ、ほらこうやって。あ、ずっと押せばいいが。黄色の時はこれずっと押すげんぞ。ああ、そうなんや。教えてよ。これむず。いや、お兄ちゃんむくね。うま。初めてやろう。この曲神曲じゃねえ。めっちゃかっこいい。すごいすごい。かっこいい。声がいいね。え、お兄ちゃん。あ、こういうことか。これちゃんと線に合わせて揺らさんだんだよ。なるほどね。むず。あ、すごい。お兄ちゃんむくね。うまいやろ。なんやあんた。で、黄色の時長押ししとけ。で、左回し。で、右回し、ちょっと待って、せんでもいいや、その時タッチインでいいよ。なんでそんなしとるの？だってお前らチュートリアルやったり、なんで覚えてねえねんて。意味わかんない。おい、行くぞ行くぞ。おい、すごい、お兄ちゃん上手やん。お兄ちゃん上手。で、こうやってこうやってくる。あー、これなんで難しい。こんな色んなの来たら難しい、いろんな色来たら頭の体操になるし、うん、なるなる、うん、本当にボケ防止や、うん、それこそ。え、すごいね、お兄ちゃんマジすごいわ。この左右の時に、この瞬間なんかめっちゃあのスカッとする。なんか振動してさ、携帯も振動するげんで、この瞬間に、うん、すごい。 お兄ちゃんすごい。あー、おーすごい。いいぞ。おいい感じやろこれ。素晴らしいです。もう曲もいいしさ、しかもこの左右動かすのが達成感よくて、もう脳内物質、うん、脳汁がドバドバで、うん、そんなゲームです、うん、ストーリーモードのカールからの挑戦をやります。はい、見てこうやってさ、会話もあるげん、しっかり。音ゲーってさ、今までストーリー性なかったやん、そんなに。そう、なんかこれしっかりストーリーあるからさ、めっちゃ面白い。いろんなこと楽しめるってことや。そう、そういうこういう可愛い銀髪のキャラクター、こういう美少女キャラクターめちゃくちゃ俺好きねんけど。あんたのタイプやわ。そう、タイプねんで。スタート。おー、頑張れ。頑張ります。いきなり左回回転か、どっちだ、どういうことだ。え、難しい、難しい。なんか変わってるの。今までと違う。どういうことこれ。え、あ、今から始まるやん。オッケー。いくぞ。ぽい。すごいだろ。
はい、あ、この左右左右めっちゃ来るのめっちゃ爽快ある、爽快感ある。これ難易度楽やね多分。うん、オッケー。左右しかなくないも今から出てくる、今から出てくるかな。あ、これめっちゃいい。あ、これ気持ちいい。スカッとする。今脳内物質が僕から出てます、頭の中から。ストレス解消にぴったりなんじゃない。そうです、うん、もうめちゃくちゃもう脳汁が垂れまくりだこのゲームは。いいねこれ、あ、回転だけの楽やこれ。これ連発。おおおおやべ、どっちも効かない。面白い、頭が回転して、もうやばい、これ適当に回しまくろこれって。おらもう回しも回転しまくるしかない。やばい、コンボできてない、やばい。さっき簡単やと思ったけど、回転簡単やと思ったけどさ、この回視力が必要なんだよ。待って、これめっちゃむずいけど。待って、これ見えるやついんの。はい、いや、でももしかして目が慣れてくるんじゃない。あ、まあ慣れてくるんかな、うん、これなかなか難易度高いぞ。一番今までやってきたやつで難易度高い。このアプリ考えた人すごいね。うん、これ天才やわ。頑張れ頑張れ頑張れ、めっちゃ手疲れそう。めっちゃ手疲れた。あ、ママのこのタルタルのお肉にもいいかもしれない。うわ、最後65問できた、この連発で。おー、頑張ったね、お疲れ様です。過去期になった、これ運動にもなるわ。アプリなりにゲームなりに運動にもなる、上半身の運動、めっちゃこの腕の筋肉めっちゃつきそう。肩こりも治るかもしれない。そう、カールからの挑戦、スコア144、多分あんま成績良くはないな。このゲームはスマホを動かしながらやる音楽ゲームで、他のゲームとは違う新しい遊び方ができます。人気楽曲が無料配布されているので、皆さんの好きな曲もきっとあります。みんなもあったやろ。あった、あった。このゲームは毎月楽曲パックを追加しているので、飽きずに楽しめます。だからやってみたい曲があれば、運営さんに SNS を通じてぜひ伝えてください。伝えてください、伝えてください、お願いします。5月30日から6月30日はイベントを行っていて、期間内にログインすれば計4曲を無料で入手することができるらしい。ちなみに4曲は20日から配信がスタートするみたいです。この期間にぜひぜひプレイしてみてください。詳しくは概要欄をチェック、チェック、しろよチェック。